願いします。はい、ドキドキします。ほうほう、見たいのは、はい、定常円のやり方でまずいいですか。はい、じゃあやり方として説明すると、はい、ミラーの2メーター横、はい、ラインかな、車があって、はい、ミラーがあるとしたらここに回りたい中心を持ってきます、はい、で車がステアリングこのまっすぐの状態から、はい、これが半回転、はい、4分の3回転か、はい、1回転ぐらい切っていただいて、はい、クラッチ切って一作入れていただいて、はい、これターボですか NA ですか。 NA です。 NA、 6000回転ぐらいに上げていただいて、で回転をキープっていうのがポイントなんですけど、でクラッチをバンってつなげると、はい、そうすると回転が落ちちゃうんですよ、はい、落ちた分を5000回転以上になるようにキープ、はい、5000から6000の間になるようにキープしていただいて、はい、そうするとリアが滑り出すんですよ、こうやって滑り出したらカウンターを当てながら5000から6000回転をキープすると、はい、まあ回り出します。ただこれ感覚的なところなんで経験値になります。はい、はい、アクセルを離しちゃう癖が、ああそうするとすぐクルンって回っちゃって終わりですね、はい、アクセルキープするのは難しいんですよね、はい、これ機械式 LSD は入ってます。定常円のコツはなるべく回転数を一定にしてあげるっていうのが、はい、そうするとステアリング操作はゆっくりになります。手前のでやります、はい、まず2メーター横ぐらいに止めてあげて、ステアリングをまあ1回転します。で6000回転でこれでクラッチをバーンと上げると、で回転を一定にしてあげると操作がゆっくり止まります。じゃあ行きます。まずここでサイド引いて、おお滑りすぎた、滑んな、なんかタイヤが食っちゃってる感じですね。で終わりになります、はい、なんかご質問とかありますか。練習の仕方は先ほど教えたやり方でやっていただければ、はいはい、定常円まず練習してその後にちょっとある程度回転数がキープできるようになったら8の字につなげていく。そうですね、定常円が右左でできるようになったら、はいはい、今度は定常円のサイズをちっちゃくしたり大きくしたりできるようになるんですよ、はい、そういう練習してもらって、はい、それが左右でもできるようになったら8の字ですね、はいはい、で8の字できるようになったら同じように左右でできるようになって、はい、8の字も大きくしたりちっちゃくしたりっていう練習して、はい、それができるようになったら例えば1本とあっちだと3本の8の字の練習とかってやってそれができるようになったら左右で、はい、今度は4本使った大きい楕円のドリフトができるんですけど、はい、でそれができるようになったらこっちって。こっち、あ、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、お邪魔しました。